今日のラインナップ、ブルイズモンテディオは4連勝を果たした千葉戦の解説、さらに今夜行われる熊本戦のポイントも。モンテの休日は岡崎健也選手が登場、家族や友人と過ごすプライベートの様子を撮影してきてくれました。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。こんにちは。モンテディオ山形の情報をお伝えするブルイズモンテディオ、今日は第30節千葉戦を振り返ります。この日もスタジアムでは夏祭りだモンと題し、さまざまな企画を実施。おなじみとなったウォーターパークはもちろん、絵を自由に描きオリジナルグラスを作るワークショップを体験したり、お盆休みを楽しむ家族連れでにぎわいました。モンテ頑張れ、試合開始間際に降り出した大雨も何のその、ここまで3連勝と波に乗る山形を後押ししようと、スタジアムには今季最多1万4000人以上が駆けつけました。山形は前節から2枚替え、大分戦、藤枝戦と2試合連続途中出場でゴールを決めている後藤祐介を先発で起用しました。ホームの大声援を受け、勢いよく攻め込みたかった山形でしたが、大雨でピッチには水たまりが発生、特に相手陣内ではボールがうまく転がらず、攻撃がなかなか組み立てられません。一方、千葉には素早いカウンターを中心に押し込まれ、我慢の時間が続く中、シュート数に大きな差を作られてしまいます。後半、雨も止み、なんとか攻撃の糸口をつかみたい山形は攻撃的な選手を立て続けに投入すると、すぐさま結果を出します。交代からわずか6分後にフリーキックを獲得、キッカーを任されたのは小西雄大、左足一閃で思い切りよく振り抜いたシュートは相手に当たりコースチェンジ、キーパーは一歩も動けず、ボールはゴールネットへ。小西は今季初、そして山形のホームで初ゴール、値千金の勝ち越し弾を決めます。山形に来てからこのスタジアムで初めてゴールを決めれたっていうのもすごい今嬉しかったですし、ここからどんどんチームの力になれたらなとは思います。まあ、中にも強い選手がいて、まあ、壁に人数がいたんで少しこう中が数的優位になってるのも見えたんですけど、直接合わすっていうよりかはこう自分が狙って、まあ、もしこぼれ球が自分たちにこうアドバンテージになるような形になるとも思ったんで、まあ、そこでニアを狙うというよりかは少しファーに強いボールを蹴ろうと思ってこう、まあ、当たってはしまったんですけど、まあ、ゴールという形になって、まあ、そこはこう自分の判断が良かったかなと思います。山形は先制直後、前線の選手を1枚削りディフェンダーの熊本を投入、センターバックを中央に3枚並べる5バックで守備を固め、千葉の猛攻を防ぎ試合をきっちりと締めます。まあ、トレーニングも何回か試したけれども、まあ、最後逃げ切るよといったところは、常に僕の中では準備としてありました。公式戦のピッチでは初めてだったかもしれないけども、そこは意思を共有しながら、まあ、守りきるというところのシフトして、進んでいってくれたと思います。たくましかったです。苦しみながらも4連勝を果たした山形、プレーオフ圏内のトップ6浮上に向け負けられない戦いが続きます。今回注目するのはディフェンダー西村圭介選手です。ここ数試合
相手の攻撃に圧倒されながら、なんとか最後のところで防ぎきり、我慢強く勝ち星を重ねている山形。その立役者の一人として著しい成長を感じるのがセンターバックの西村選手です。まず光っているのが空中戦の強さ。サイドからクロスやロングスローを入れられても187センチの長身を生かしヘディングでブロック。中でどっしりと構える安心感が増しているように感じられます。さらに攻撃力のある危険な選手にくさびが入ってもしっかりと対応、守備範囲がどんどん広くなっている印象があります。自分自身もこう成長しながらこう、まあ、あのフィジカル面の部分でも体は動くようになってますし、まあ、試合を積み重ねていく中でコンディションという部分でも上がっているのを感じているので、まあ、そういうところと、あとはこう周りとこううまくリンクしながら、まあ、自分一人で守りきれないところもうまくコミュニケーションを取りながらやれてるので、まあ、そういうところがこう結局自分のところで跳ね返せたり守れたりする要因ではあるかなと思いますね。そして攻撃面ではロングフィードでチャンスを演出。積極的に最終ラインから攻撃のスイッチを入れることで局面を一気に前進。相手プレッシングの背後を何度もうまくついていました。まあ、まだまだこう磨きが必要ですけど、精度とかクオリティを上げなきゃいけないですけど、まあ、自分の強みにしていきたい部分でもあるので、まあ、前線にも速い選手もいますし、うまくタイミング見ながらこうチームの、スイッチになれたらいいなという意識でやってます。シーズン前半では控えめに見えていたプレーも今では思い切りの良さを感じられる西村選手。これから先ディフェンダーとしての高いポテンシャルがさらに発揮されることを期待しています。今夜7時からはホームに熊本を迎えます。熊本のデータで特徴的なのがパス本数、ボールの平均保持率がリーグトップであること。次節でも高い割合でボールを支配されることが予想されます。その中で特に気をつけたいのが平川玲選手。ラストパス数はなんとリーグ1位ということは、平川選手にボールが渡った際、そこから決定的なラストパスを通される危険性が高くなるということです。簡単に前線へのパスを出させないような守備意識を持つことが求められます。とはいえ渡辺監督はボール支配率にこだわらないスタイル。いつも通りボールを奪ってから手数をかけない素早い攻撃を基本に、さらに連勝を重ねてほしいです。選手が撮影した貴重なプライベートをゆるっと紹介するマンスリーコーナー、題してモンテの休日。3回目は山形在籍5年目の岡崎健也選手が登場。中盤の底ボランチで攻守にわたって貢献、チーム2番目の年長者として若い世代を引っ張っています。今回は岡崎選手が家族や友人と過ごす様子を撮影してきてくれました。久しぶりの山形、ありがとうございます。お邪魔してます。リータ、どんなことですか？お願い、優しい、ありがとう。子供たちと過ごすときは全力で接することを大切にしている岡崎選手。イクメンぶりがプライベート映像からよく伝わってきました。来月もゆるっと選手たちの休日を紹介します。お楽しみに。みんなで
みんなのシュートは米沢市のまるちゃんさんから、モンテディオ山形が大好きなおじいちゃんからユニフォームを買ってもらった子どもたち、娘さんはまるでドレスみたいと喜んでくれたそう。これからもユニフォームを着てたくさん応援に行くそうですよ。皆さんもどんどん投稿してくださいね。まあ、内容的にもしんどかったですし、それでも足が動いたのはやっぱりサポーターの声援のおかげだったり、雰囲気のおかげだと思うので、まあ、熊本戦もぜひ、まあ、僕たちと一緒に戦ってくれればなと思います。